ちら姉さんの髪ビフォアはこんな感じです。今このくるくるってですね。で履歴は以前に軽くブリーチだけちょっとしたらしくて、上は通常のカラー多分こうやってて、結構伸びてる感じのプリンです。はい、今日使うのはリパレットとこの薬のみ。魚も含まれてますか？どうだろう、魚含まれてるのかな。確かにそれ気になるよ。今何でも言われそうだからさ。だって今毛皮は使えなくなったりとかするからさ、ファッションあ、ダメなんですか？毛皮は今、フェイクのやつがすごい今日本のやつ人気あるらしいよね。グッチとかロックとかフラダか忘れてたとどっかが、もう毛皮使うのやめたってなって、ちょっとずらすね、シューッとやって、すいません、ちょっと強引ですが、今回入れてるのは髪の毛全体に対して 20% から 30% の量しか入れてないので、そんなにダメージの部分はないかなと思います。まあ、ブリーチもしてませんし、結構そんなに激しくはやってないです。で前髪ここポイント1個外してやってください。前髪入れるとちょっと古臭くなっちゃうんで前髪を外す。でリパレットを入れて、はい、ステム90度でコームをそーっとつけます。そしてこれもね、根元の方はあんまりためすぎると結構伸びてきた時にこのやり始めのところが目立ってしまうことがあるので、結構根元の方をサクッと軽くつけるぐらいでいいですね。はい、ここもまあ本当にはこれダウンステムに取ってますが、最初の1段とかは普通に取っていいんですけど、この辺からはもう落ちた位置をイメージしてやっていった方が僕はいいかなと思いますね。でここステム90度で根元の方をそっと、どっちかというとコームのこの角を使っていくような感じですね。こうまっすぐじゃなくて角でちょんってこうやっていくような感じで、こっちはやっぱベッタリつけていきます。こんな感じですね。そしてここに、まあ、この辺もちょっと落ちた状態で取っていきます。あれね、スノーボーとかに行くの？いや、行かないです。そんなやんないの？やんないです。寒い？いや、やってみたいんですけど、まず何も持ってないんですよね。レンタルで行けるし。いや、ウェアすら持ってないんですよね。あ、レンタルで行く。あ、そうなんですか。高いけどね、一回行くのに。全部レンタルですか？全部レンタルだと超高いかもしれない。あ、なんかせめて、なんかウェアはあったもんね。昼物ぐらいあればまだ。そうだね、ちょっと高くついちゃったね。でも周りにあんま行く人いないんで、あ、いそうなの。今までやってこなかったです、ね、意外と。そうなんだ、ね、いや、あんまウィンタースポーツはやんないみたいですね。かっこいい、ウィンタースポーツ。ウィンタースポーツかっこいい名前が。こんな感じで入れていきます。今横はこんな感じです。はい。で、ちょっと後ろをちょっと見たいと思いますね。で、前髪ちょっと今入れるんですけど、ちょっと前にしますね。はい。で、こんな感じに入りました。で、まあ中の方は、まあ必要ないとこ入れてないんですけど、まあ傷むんで、
なるべく 20% ぐらいのから 30% の量でいいかなと思います。でちょっと足りないなと思うところですね。でこの根元今ちょっとグラっぽくなって伸びたところがプリンになってるんですけど、まああまり気にしないでここ染めるよりも伸びてきた時は分かんないようにちょっとしたいんで、まあ、これはこれでいいかなと思います。でこう見た時にあもうちょっとこの辺あった方がいいなっていう部分をちょっと追加入れていくぐらいですね。ちょっとこの辺に欲しいかなと僕は今思ったんでここに入れていきます。はい、リパレットでテンションをかけて根元の方をコーム、今度縦ですね、コームを縦に入れて、塗っていきます。はい、コームを縦に入れてこういう感じですね。コームを縦にして縦にしてコーム自体を縦で塗って縦のラインをちょっと作っていきます。はい、この辺です。この辺がちょっと少ないんで縦に、はい、縦にちょっとこういう風に入れて、横にしちゃうとちょっとあのラインがはっきりしちゃうので縦で入れていきます。はい、こんな感じですね。入れ方としては下の方も結構明るいのでちょっと落ちた、落ちたの使っていいの？大丈夫ですか？ちょっとかかりたいんですか？いい？大丈夫ですか？で、ここを毛先もうちょっとあった方がいいかな。毛先だけちょっと追加したいと思います。毛先ちょっと追加をしていきます。ちょっともうこのリパレットなしで縦にこういう感じで、縦わかりますかね、こういう感じでいいと思います。こうですね。はい、縦でそのまま引き出して自然に落ちる位置で塗るのが一番いいと思うんで、あんまり枠にとらわれない感じです。あまりきっちりやると逆にバランス悪くなっちゃうので、単にあの落ちてる時に綺麗に見えるかっていうのだけ意識してやるといいのかもしれません。こんな感じで、こうですね。そうすればまあそんな時間もかかんないので、まあ、もうこれでほぼ終わりかなっていう感じです。顔周りはあんまり強く入れちゃうと派手になるので、ソフトに少量を入れていきます。はい、リパレットを使って、ここは根元をきれいにぼかさないと結構後で困っちゃうので、少量ずつそーっとやってください。こういう感じですね。で、毛先はこんな感じで、ここもちょっとソフトに取って、まあ、やるとさ、ここは結構繊細な方が、前髪の方は違う、逆に分けた時とかも綺麗に出るように考えてやってあげる方がいいですね。全部入れないようにした方がいいので、そうしてます。終わり。これでメッシュが終わって、一回ちょっとこれで時間を置いてから今度上にかぶせるカラーをやっていくんで、そんな時間はかかんないと思います。シャンプー台の方を、シャンプー台の方で、ちょっと毛先だけつけちゃいましたね。で、薬剤はこちらは